ックだから扇風機が多くて困るでしょ。音が聞き取りにくいでしょ。作戦作戦ね。じゃあその世界最高新作のコアマはえらい楽勝やん。ゴロ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 転がってなんかなパンってチラッと見せたりな、そのセクシーポーズ。なんやねんその人生は。でベラ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 再現なく喋ってるだけ、時々なんかフリーズさせたい。美味しいやん聞いちゃうで。まあこの仕事をね始めるまでにねめっちゃ普段の修行はあるもちろん。でその過程であの能力がつくねん。能力なしでこの仕事したら確かにおっしゃる通り。ね、で情報もね、情報も獲得できない、ね、この生活仕事というかこの生活に入る前を省いたらこの生活は仕事にならない。何になるかって言ったら皆さんには遊び気味あるでしょうけど、ただの堕落やねな。ででもその喋ってる内容は堕落的な内容じゃないのに、なぜ堕落になるかって言ったら自分で考えてなかったら堕落になる。だからこの生活に入る前の人生がなかったら堕落するしかないわな。いつもセリフ読んでるんでしょってどこに。セリフちゃうからね、もちろん。じゃあ前聞いたこの話って、あ、断片的に前と同じこと言ってるでしょ。それはそこクリアできてないからかもしれないしでしょ。でも毎回新しい提案してるはずよ。今回絶対職人製法を作るって約束してるのと、もうキリスト教の救済は前回で終わって、完全に終わって、次はイスラム教の救済になる。でその後は、その後で、今回の事件はイスラム教の救済をするっていう事件やねん。どういうことかって言ったらイスラム天下になったこと。じゃあ前回はキリスト教の救済して、前回の事件第4文章キリスト教の天下になってその休暇に残ってるのかな。第5宇宙はイスラム教の救済ですよ。だからイスラム教の天下なんで、この後段階的にイスラム教が世界制覇していく、それはもう予言したでしょ。でそれが第5宇宙実は続いてるの。悪かったね。で第6宇宙なんて名乗ってんやろ。第6宇宙って言った時また穴から始まるからな。うちが宇宙卵の状態から始まらないと第6宇宙じゃないでしょ。途中から名前変えるんじゃないの。当たり前ですそんなもん、ね、で第6宇宙の時は中国中華人民共和国の救済。実はあかん、なんか日本の救済とかイギリスの救済はとうに終わってんの。実はずっと昔でもそうに住んでるから。 OB やねん日本もイギリスも。実はこういった問題の、あ、ドイツもね、実はイスラエルもそうなの。こういった問題の OB やねん。実は思んない初めて聞いた。そうそう、チャネ飛んでろ、チャネ飛んでろって。助けてってかだって勘弁してるけど、楽しすぎるな、そういうリアクションやったら。チャネット着信みたいな。昔なんかほら前も言って覚えてるよな、これ。だからずっと支援切って、このそんだけ前とか仕事言って、チャネット着信みたいやろって。歌知らんけど、マイケル・ジャクソンの歌知ってるんですかって。待って、ゆーらゆーらゆーらって。歌じゃないって。キレてないって。それてないって。イラッとそれてないって。楽勝やけど人生しょうもない客言ってたらいいからって。思うやろけど、もしあなたがあなたと家で同じようなことやって、セリフはあなたのオリジナルの、これうちのオリジナルやねんか、このセリフな。でしょ、同じことやったらええやんかって。ウケんモテんこれモテてんの、おっさんに。おっさんってこんな人生が望みやったんや。でこんなふうにうちみたいなのにそういうふうに突っ込むのがおっさんにとってのその喜びやったんやな。っていうか何やろな、なんか青春でなんか欠けてんのかな、あれ。なんか
そのとこ普及に今のセルマート不穏になったぞ。で、かけてるの。どうかけてんの？人と比べてもしゃあないで、かけてる部分は。なんかやらんかったらよかったとか、やったらよかったとか、どっちかでしょ？かけてるなんて。それうち相手にやったら生まれへんよ。な、うち以外の人にやったら生まるんかと思う、でも。うちにやったら生まれへんねん、それ。なんかガバガバやからかとか言う。まあまあ、当たらずと言えどもそうから。主やから。ある時はブラックホール、ある時はホワイトホール。やろ？そんなとこで。解消できるわけないやん、トラウマが。な、うち相手にはな。うちのトラウマ解消なる程度。あんたらがな。うちの餌食になるだけやろ。な。だから、あなたたちは、その、もっと自分の遺伝子にぴったりな形したように、うちに絡むのが皆さんの遺伝子にぴったりなわけないと思うけどな。自分の自覚はあるでしょ、それは。暇つぶしやからやって。暇つぶしやからお前見たのに、ああ、嫌なこと言ってるねって。それもてへんおっさんのよく言うセリフやん。しかも、同じセリフを、小学校5年生の男の子から聞いたこともある。成長してるね、ナットのおっさん。かけてるかなんかが。まあ、お前ビビらへんなって。それ5年生の男の子が、うちに勝って言った。お、ほらよ。そう。やった。なんか覚えてるよ。経験あるわ、そんな風に言われて。小学校時代からですから、どころか。幼稚園時代からそうしてるわ。散々、はははくらってるわ。な、男にディスられて怖ないんか。今やったらそういう風に言うやろな。っていうか、それ言わんやろから、かっこ悪くて、あいつら、みんな。でも、心の中で、あれ、こいつ男にディスられても怖くないんだ。あれって。今おっさんが何人か死んだうちの体の中で虫やる時のとなんか猿っぽいとかした日本猿の切れた音が